皆さんこんにちは、エレキテルです。車のドラレコを交換したのでご紹介したいと思います。前から気になっていたルームミラータイプのドラレコにしました。性能云々は概要欄に記載します。それでは動画をご覧ください。送料としては、1万5000円でなら超お買い得だと思います。記憶媒体はマイクロ、SD カードで 64GB まで対応しています。取り付けは割と慣れている私で1時間程度かかっています。車種などで時間は変わりますが2時間程度見込めば、大体問題ないかと思います。他詳しくは概要欄に記載しますのでご参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。